はい、お久しぶりです。はい、久しぶりです。はい、ご紅茶痛いので今回撮影してないから別に、はい、紅茶飲んでるかどうかはい、いつもと同じように紅茶飲んでます。撮影なしですね。あ、1回、2本ぐらい。いや、2回目はそのカメラがオフになって電源が、電源じゃなくてオフになっていることが分からなくて、30分くらい喋り続けて、そう。だけど運よくその携帯でもその録音してたから、うん、それは使えたっていう、はい、音声だけでやってました。うん、はい、じゃあ久しぶりの撮影ですが。はい、そうですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつぶりですか？はい、多分 YouTube だと、うん、今日か明日、4ヶ月前のものをアップするから。あ、そうなんだね。YouTube から見るとすぐその、11月にアップして、12月にアップして。なるほどね。はい、この前、録音したのが、まあ、撮影というか、ポッドキャストをしたのがですね、7月、楽器が始まるちょうど前で、うん、今学期いろいろ、新しい科目がありますよねっていう話をしてて、うんうん、社会の科目がね、うん、1個増えたし、うん、社会の科目がありますよねっていう話を、うん、今朝編集してて、あ、何ヶ月ぶりの、ポッドキャスト楽器が終わっちゃった。そう、楽器が終わっちゃってですよ。4ヶ月ぶりぐらい。いろいろありましたね、今楽器は。そうですか。そうです。はい、どうぞ、お知らせを、報告をお願いします。どんなことがありましたか？今楽器はいろいろありましたって言っても、ね、特に？そうですね、新しい科目が増えたっていうのが、今楽器、まあ、今までのその日本語が、今まではずっと日本語を教えてて、うん、じゃあ、日本語で教える科目も、ちょっと考えてみようということで、社会と歴史の、科目が一つずつ増えたし、うん。生徒の反応はどうですか？生徒がですね、今日はちょうど、会話の試験があって、はい、生の反応というか、そうですね、はい、いろいろ文句が。もう文句ばかりのクレームばかりのぐちこぼし試験っていう本当にキャンドゥがぐちこぼしができるしかも途中で先生のせいでっていう先生のせいでっていう言葉が出てきた。おかげでっていうのを聞かなかったかもしれない先生のせいでいろいろ学びなるほどそうか、そう、ね、じゃあ生徒たちにとってはちょっと難しかったのかもしれないですか？そうですね、私たちも初めてだったし、いろいろで、迷ってあげて、まあ、一応最後まで踏ん張りましょうっていうことで、うん、教師は先生はで、ね、そうはできるんだけど、うん、生徒はまあ難しいかもしれないですね。あとは来年の文化祭も、ね、うん、なんとか形が。そうですね、生駒先生、よろしくお願いします。あ、バトン渡しですか、はい。バトンタッチか。バトンタッチです。私に受け継がれて。はい。この前、1回目のミーティングが終わって、まあ、なんとかやりたいことをリストにして、うん、なんとかね、できたら、うん、あとは準備を進める。そうですね。あともう一つ。お知らせっていうか、うん、今年がもう多分3年ぶりに、学士課程 1,2,3 学年3つともちゃんと揃ってて、ね、はい、まあ、他のところは当たり前だろう、はい、我が我が日本語学科いろいろありましてそうですね、久しぶりですね、うん、そう、新入生も入ってきたから今学期は、うん、新年度ですからね、楽しくね。1年生もどうですか、はい、先生。そうですね、1年生もまあ結構頑張ってますね、うん、そう思います、はい、楽しくやってま す、 す、ね、1年生、はいはい、そう、1年生のいつも掲示板のところでね、なんか見てるんだけど、うん、そこを通るといつも笑顔で先生おはようございますで、ちょうどその2年生とか3年生になると、うん、
多分そっちがね、はい、あまたこいつかみたいなすごい真剣な顔で挨拶してくれるんだけど、一年生はまだまだその、ね、私たちの素顔を見てないっていう、まだ角を隠してるんですか先生方。私はどっちかというと教えてないし、まあ1年生は文化祭もこうもう積極的にいろんなことをやりたいって自分から言ってきてます。よかったよかった。今年初めてコスプレ、ああコスプレっていうもうやりたいって言ってまあ2年生だけど、うん、あ2年生なんだ、はい、まあ、でもやりたい人は誰でも参加可能なので、はい、言い出したのは2年生の、はい、留学生の、あ留学生のです、ね、はいその留学生の子が、はい、留学生の子がいたんですね、はい、ではじゃあ今日のテーマ、今日のテーマですね、はい、カルチャーショックです、はい、ただ、日本でのカルチャーショックではなく、日本人、まあ、EFLU で教えていた両方ですね、まあ両方、まあ、ハイデラで生活暮らしているその日本人に、インドでのカルチャーショックについて、はい、はい、ちょっと簡単に、はい、話を聞こうかなと思いまして、今日、はい、はい、今日のポッドキャストをしてます。はい。はい。では行ってみましょう。そうですね、はい。じゃあ、まずはその、ハイダラに、インドには長年。はい。アメミヤは、インドには長年いますけれども。そうですね、はい。じゃあ、そのアメミヤさんに。そうですね。ハイダラ、あ、インド長年いると言っても、南インドは本当に、初めてだったので、特に食べ物が全然違うなと思いましたね。辛い西ベンガルはそんなに辛くないんですけれども、ハイデラバードの食べ物はとても辛くて、うん、初め慣れるのに結構時間がかかりました。今でもやっぱり、何？レストランとかで食べすぎると、ちょっとお腹が緩くなるかな。って感じですね。生駒先生もそうなんですか。辛いとは思いますけど、はい、でもハイデラバードってビリヤニが有名じゃないですか、はい、でもビリヤニはデリーの方が辛かったです。ああそうなんだデリーで初めてビリヤニ食べた時はすごい辛くて本当に全部食べきれないぐらい辛かったんですけどそうそう、こっち来たら、うん、美味しかったです。そうですね。有名なだけあって、はい。ビリヤニも何種類かあって、辛いっていうビリヤニもあれば、ちょっと、うん、その甘いビリヤニもあるので、うん、まあデリーのビリヤニはどうですか。私食べたことがないんですけどね。そうですね。デリーだとまあ北インドのビリヤニって言って、うん、まあ多分やっぱり酪農のビリヤニだと思います。ラクノっていうのは、まあ、ご存知の通り、北インドの大きな町ですから。うん、はい。北インドだとラクノのビリヤニが一番有名ですね。あで北インドで食べられるビリヤニは大体ラクノのビリヤニ、うん。まあ、他の言い方をすると、アワズの、アワズっていうのは古い、まあ、インドの地方の名前なんですけど。で、コルカタのビリヤニっていうのもあるんですけども、うん、実は、まあ、アワズのビリヤニをちょっとアレンジしたものがゴルガタビリヤニ。そうじゃあアワドフービリヤニとハイダラバードフーっていうかビリヤニと、あと南インドもまたあるんですね。はい、ケララビリヤニ。そう、ケララビリヤニ。アルン先生の出身地の。はい。いろんなところにね、あるんですね。ね、日本のお雑煮の味が違うのと一緒ですね。あ、そうですね。確かに、うん。地域によって。ね。うん、同じ食べ物でもね、まあ、味が違う。まあ大阪のお好み焼きと広島のお好み焼き、うん、そうですね。そうですね。ね。じゃあその辛さがカルチャーショックになったって、インドっていうとやはりその辛い料理が、辛い料理の国っていう印象はあるので、じゃあカルチャーショックにはなりましたか？それとも、あ、期待通りの。私にとっては、まあそのやっぱ西ベンガルとどうしても比べてしまうので、うん、辛いなと思って、うん、食べていましたが、うん、はい、どうですか？そうですね、私もある程度
これ撮影した方がいいですか？今のリアクションが会話の試験の時に学生みたいに僕に何を思って期待して緊張しちゃった辛いのはもちろん予想してきてたんですけど、うん、まあ、辛さはいいとして、どの料理も全部辛いから、それには驚きました。全部辛い。何食べても。辛くない料理もあるのかなと思ったんですけど。確かに。どうですか、皆さん。ありますか？辛くないインド料理。まあ、私もあの南インド出身、南インドって言ってます。もっとこう南の方で。南の方なので。で、南もその山と海で、うん、あの辛さが、違うっていうか極端なんですね。海の方は、まあ、もっと甘いっていうか、あんまり辛い料理がなくて。うん、で、私、海の料理を、まあ、食べてきたので、その、灰皿の辛さは、やはり私ももう、なかなか耐えられないっていうか、そうなんだ、うん、とっても辛くて、はい。なかなか食べられないで、まあ、皆さんと多分同じかなと思います。ただその、何のか、あの、料理によっては辛さがね、辛さがうまい料、あの、辛さがあってうまい料理と、うん、この料理じゃちょっと甘い方がいいんじゃないかっていうので、多分、そこは違うのかなと思います。はい、それがね、確かに、あるかもしれない。うん、どうですか？西ベンガル出身。まあ、そうですね。西ベンガルに比べると、もうずっと辛いんですけど、まあ、インドの中央部っていうか、テレンガナ州とマハラストラ州の、東側が一番辛いって言われてますね。うん、インドの中でも。うん、なんか、カラッとしてて、すごく暑い、うん。あの、夏の気温が45をよく超える地域が一番辛いものを食べる。うん、なるほどね。海に近いところだと、まあ暑いんですけど、蒸し暑い。汗をかいて、まあ、涼しくなるっていうのができるんですけど、うん、中央インドの人は全然汗、まあ、汗が出ないっていうか、うん、もうあの、乾燥してる。すごい乾燥、はい。で、だから、辛いものを食べて。うん、そうですね、はい。ここから東に行くと、唐辛子のチャツネが出たり、うん、漬物が出てきたりして、うん、はい。もう、そう。唐辛子の漬物と、うん、あの、なんていうのかな、そのヨーグルト食べたり。唐辛子の？いや、唐辛子の漬物とヨーグルトの組み合わせとか、いろいろ、はい。確かに、ハイドラバードではさもさも、チャツネに、その、甘いチャツネにつけて食べるんじゃなくて、唐辛子をかじりながらさもさ食べますもんね。そうなんですか？はい、辛さを補う。そんなにみんな辛さを欲してるんだ。うん、でも、その、青唐辛子でしょ、うん、で、アイドルバードの青唐辛子あんまり辛くないですよね。辛くない。けど、逆に。日本のシシトウの辛いのぐらいは辛いよ。ああ、そうですね。うん、まあ、北インドのグリーンチリは、これよりずっとずっと辛いんで、うん。あ、まあ確かに。まあ、だから多分テレンガナで料理を辛くするためには、グリーンチリじゃなくて、こう粉にしたチリパウダーですね。そうですね。そうですね。だから、そのカレーが結構、ほとんどのカレーが赤い。赤い。赤いですね。はい。そう。それがまた違うなって思いましたね。で、はい。まあチリパウダーも、うん、いや、チリパウダーもいろいろありまして、例えばカシミリチリパウダーっていうのが、ね、あの、料理をすごく赤くするんですけど、辛さはあんまりそこまでない。ない、うん。じゃあその食事のカルチャーショックが辛さであれば、じゃあ普段の生活で、どうですか？何か。生活か。私が今住んでるところは本当に何もない近くに、まあ生活するのに困らない程度にはものはありますけど、なんだろう、ちょっとリラックスしに、じゃあカフェ行こうかなとか、そういう風になると車で30分ぐらいかけないと行けないっていうのが、日本にいた時は私東京なんでそういうこともあんまりなかったかなという、あ、確かにね、はい、で欲しいものもコンビニ歩いて3分ぐらいのところにあるし、あ、何でもちょっとお腹空いたら買いに行こうとか、
じゃあそのインドに来る前は、はい、あのハイデラバードについてはちょっとぐらいはあの、まあ、下調べじゃん、まあ、調べました。どんな印象でした？いや、なんかそのサイトを見つけたんですね。その、うん、ハイデラバードに行くならここには行った方がいい、観光スポットみたいな、50銭みたいな、はい、でいろいろなレストランとかも載ってて、結構なんていうの、栄えてるところなんだなっていう印象でした、そのサイトを見た時は。まあ大きいし、広いし、ハイデラバード、そうですね、ハイデラのサイトだとやはり最近あの経済的によく、まあ、結構良くなっているその IT の方が多分写真に載ると思うんですけれども、うん、何もない、いわゆる何もないこっちの地域はなかなか東の方はね本当にね、そう西に行くとね、いろいろあるんですけど、西に天竺割りどうですか、メトロができてちょっと楽になりましたか？そうですね、そうですね、メトロがあるとどこにでもじゃないですけど、うん、まあ行きやすいですね、綺麗だし、ちゃんと時間通りに来るし、あちょうどあの、いや メトロの話ではなくて、はい、その日本人っていうのもそのお酒は、まあ、ビールはね、ビール飲むのがまあ好きな方もいると思うんですけれども、はい、日本先生も、まあ、ビールが好きな、はい、まあ、あのちょっとくらいはちょっとくらいは、ね、あの月に1回くらいは、まあ、ちょっとですけどね、月に1回くらい、年に1回くらいはね、はいはい、たしなむ程度で、インドのその酒を、まあ、その飲み会に、飲み会をするとか飲みに行くっていうのはやはりその、インドは特にその女性がね、高級レストランじゃないと、うん、あの他のところはあまり女性が行けないっていうか、行きにくい、うん、行きにくいっていうか、まあいろいろあの白い目で見られますよね、し、あと、まあ、目立つ、まあいい、まあ、あの、まあ、目立つというか高貴の目で見られますで、あの、うちで飲むっていうのがね、うん、あの普通なんですけれども、もう先生、そうするとあのお酒を買いに行かなきゃ、はい、でインドでのお酒の店の経験をぜひそれは視聴者の皆さんに、はい、本当にでもそれ一番のカルチャーショックですよね、はい、そう、私も聞いててなんでそんな話してないのかなと思ってそう、ちょっと遠慮してました、ぜひその初日っていうかその初体験ですかね、ぶっちゃけてください、はい、そう、まず、何、この辺でお酒を買いに行くとしたら、うん、酒屋に行かないといけないですね、コンビニとかスーパーにはお酒が売ってないので、はい、酒屋に行かなきゃいけないんですけど、まずその酒屋がすごい分かりにくいところにあってで例えばその分かりにくいっていうのはどういう分かりにくさ、なんかその一番近くのところは看板もないし、すごい駐車場の奥にあるみたいなところだから、最初この辺にあるよって聞いて見に行ったんですけど、見つけられなくて2往復ぐらいしたけど見つからなくて連れて行ったんですよね、後日、はい、連れてってもらって、あ、ここかってなって、橋の下の駅の後ろのすごい分かりにくい駐車場囲まれたところ、そうなんですよ、でしかも日本だったら酒屋さんでも、まあ、店の中に入って自分で選べるんですけど、はい、まあ、私たちの一番近くにある酒屋さんはカウンターがあって、その奥にお酒が並んでるんですけど、私たちは注文することしかできないので、まあ、まず何のお酒を買うか決めないと、決めていかないといけないし、そうですね、まあ、聞けばいいんですけど、いろいろあるから、うん、そう、迷っちゃう、あとメニューもないし、そうそうそう、うん、そうですね、あと人いっぱいです、人がいっぱい、おじさんたちがいっぱい来て、お酒のそのお店のそのまあ、窓口があって、はい、そこの列がすごい激しいっていうか2列渋滞みたいな感じですよね、はい、でも私が行くと、私はその場で飲まない、その場で飲んでる人たちもいっぱいいるじゃないですか、だけど私はその場で飲まないってみんな分かってるから、優先的に通してくれます、こっち並んで人少ない方にでも怖いですよね、女性だし外国人だし、はい、男の人しかいないです、女の人が買ってるのは、まあ、
たまに。でもインド人じゃないと思う。そうですね、はい。留学生とかかな。だからまあ、その、日が沈んで行くのはちょっと怖いですよね。7時より前には行きたいですね。うん、あそうそう。ちょっと怖いんですよね。まあでもそうじゃない店もあります。あ、そういうところにも、はい。それタリック先生に連れてもらって、店の中で選べるっていう酒屋にも連れてってもらったことがあって、そこも月に1回ぐらい行ってます。あ、そうです。あれさっきまでは年に1回だった。年に1回だった。違うか、間違えた。ボロが出てきました。はい。そうですね、インドはスーパーでお酒が買えないっていうのもあるし、うん、あーそうです、スーパーみたいなところ。インド全体じゃなくて、この間聞いたんですけど、バンガロールとかだったらスーパーでもお酒が買えるらしい。買えるようになったんですね。ハイデラワードはないんですけど。あ、ハイデラは一軒しかない。あ、スーパーじゃないけど、そのお酒を売ってる、その、高級、あの、お酒専門店があって、そこはもうスーパーのようになっていて、お酒専用のスーパーなんですね。そこはもうワインも、海外のワインもあるし、現地のワインもあって、はい。それも西の方ですか、ハイデラバードの。そうですね、はい、西です。はい、何でも西です。ここ何もない地域なので。ただメトロがあります。乗って西に行ってください。まあ、でも、こちらまでしか行けないけど。メトロできてよかったですよ。そうですね。私が学生の時はまだなかったですよね。まあ、12月、あ、もう、あ、はい、12月から、そうですね。もう少し、あの、バンジャラ東の方に行ける、まあ、あの、町の中心まで行けるようになります。はい、そうです。バンジャラまで行けるんですよ。12月に、はい、バンジャラシティも。そうですね。もうカフェ行き放題ですよ、ね。本当ですね。やったー。嬉しい。しかも乗り換えなくて、そうですね。1本で行けますもんね。はい。はい、嬉しいこと限りないですね。じゃあ食事がね、食事っていうかお酒が大事な、はい、ね、熱く語ってしまいました。そうですね、お疲れ様です。じゃあ同じくその移動、あのインドで移動するっていうのも非常にその外国人にとっては大変だと思うので、うん、何かその、まあ、その手段がいろいろありますよね。そのバ、まあ、メトロもそうだし、バスもあるし、まあ、オートもあって、まあ、メトロはどっちかっていうとある程度の基準があって、はい、まあ多分日本のメトロ、日本の地下鉄に乗るのと多分大、まあ、一緒かなと思うんですけれども、うんうん、バスとオート、特にそのバスがね、バスのその、バスはね、バスはどうなってるかって。言いたいことがいろいろ。ね、そうね、この前も。私よく思うのは、インドのバス停を見れば、インドの全体が分かるっていうことですよ。バス停にバスが止まらないっていうのがインドですよね。バス停にはバスが止まらない。バス停の多分ちょっと10メートルちょっと先に、それがインドなんです。つまり行ったことの前後100メートルに真実があるっていう。で、そのじゃあバス旅行っていうか、初めてバスに乗った時の経験とか何か。初めてバスに乗ったのはあるんです。あ、違う、どこに行くときでしたっけ。あ、モールに行くときじゃなかったですか。モールから帰ってくるときだ。帰ってくるときだ。どこのモールですか。 GBK モールに行ったんですよ。あ、まあ、ちょっと西の方にある。西の方、はい、なんで西なんだ。ここからはちょっと行かないといけないんですけど、はい、行きはタクシーで行って、で帰り、じゃあ、まあ、バスも経験してみますかって言って乗せたんですよ。でもその時はちゃんと目的のバス停から目的の、そうそう、目的地までちゃんとたどり着けましたよね、うんうん、すごくスムーズに行けたんですけれども、あの、あれなんですよ、セカンデラバード駅行きのバスは捕まえやすいんです。なぜならセカンデラバードって書いてあるので分かりやすいんですよね、うん、あ、これに乗ればセカンデラバード駅に行ける。まあその駅から私たちのところまですぐなんでいいんですけど、セカンデラバード駅から目的地に行くのが大変なんですね。まあ、多分そのインドにいる日本人も、多分車を使う人が多いと思いますので、まずはそのバスといっても日本のバスとはそのまずはその看板がね、電子看板ではなくて、はい、まずはもうその板切れに、そうですね、板にその、はい、天気で書いてあって、そうですよね。しかもその現地の言葉があって、はい、番号があって、うん、まあ英語もある、まあ、英語もあるところとないところ、ないもん、ないバスもありますよね。はい、で、それとそのバス停には
時刻表がないっていうのも多分知らない人が多いかなと思うんですけど。どこに行くのかもわからないし、バス停だけだと。時刻表期待してなかったり、どうですか？最初は期待してました。期待してました。探してました。時刻表ありませんって思って。いや、行ってから探すことはないですけど、やっぱりないんだなと思います、うんね。場所によってはバス停、例えば私のとこに来たときは、バス停がなかったんですよね。ないですね。うん、もうただ、ないですね。うん。架空の、架空の。ここら辺って。この辺って。だから、バスに乗りながら、Google マップ見てますもんね。そうですね。目的地まで、あそこでくらいかなってね。自分の位置も確認しながらじゃないと。わかんないならない。まあ、新しい街に行くとそうなります、ね。僕もバンコクでも、ロンドンでもそうやってます。いや、でもバス停がないからね。あと、そうバスの中でアナウンスがないんです、ね。日本だと、その、ちゃんとバス停の名前を次はどこそこ、次はどこそこって言ってくれるんですけど、インドでは全く何もなくバーっていくだけなんで。バスが止まるまで待ってたら、そう、終点まで行っちゃいますね。そうですね。アナウンスがないし、あとボタンもないじゃないですか。ないですね。まあなんならドアもない。うん、ドアもない。まあドアもその、地域によってはドアがなかったり。あ、そうなんですね。AC バスはあったりしますね。あ、そうですね。うん、はい。でもローカルのオンボロバスは、うん、そうですね。ハイデラバードはないんですね。はい。コルカタもないです。コルカタもないです。デリーはあります。あ、ケルダもあります。はい。あ、ケルダはもう5、6年前までは、5、6年、もうちょっと前かな。州立、あの、州のバスと、その、市営バスがあって、州営バスというのかな、うん、州営バスはドアがなく、市営バスがドアがない。そう、っていうのがあったんですけど、今はもうドアがちゃんとついて、うん、あ、そうなんですね。はい、まあ、ドアは、電車にもないよね。あ、そうですね。ローカル列車にも。ドアがないですね。はい。なんか、バンコクに行っても面白かったのは、もういる、まあ、バンコクっていうのは、ちょうどインドと日本の間ぐらいの発展の状態が。ね、だから面白かったけど、なんかまあ、建物とかを見ると、建物も店も道路も、もう日本っぽいんですよ。かなり発展してますけども。まあ、バスだけが、もう、ハイデラバードのバスがそのまま走ってるみたいなんで、色も、もう窓とか、あの、ドアとかも、完全にハイデラバードのバスと同じ、感じだったんですよ。で、だからまあ、あの、なんか、風景が全然違うんですけど、バスだけがハイデラバードのバスで。まあ、あの、時刻表とかもないし、で、エアコンもついてないし、窓が開けっぱなしで。バス乗ったんですか？はい、乗りました。すごい。じゃあ、その看板ありました？看板というか、その、行き先書いた。ああ、多分番号だけ書いてあったと思います。あと、書いてあったとしても、タイ語で。あ、じゃあ、バス停と時刻表は、バス停はありますけど、時刻表はなかった。時刻表はない。時刻表はない気がしますね。はい。だから全部 Google マップで。ああ、まあ最近ね、Google がそれを、はい、カバーしてくれるから。でもインドだと、Google マップでここにあるよっていうところに行っても、ないと思いますよね。この前もね、1時間待って来なかったです。そうそう。ここのバス停からそのバスが出るよって書いてあったのに、1時間待っても来なかったから結局、レトロで。そう。2つバス停を行ったんです。30分、30分。どっちにも来なくて。うん、結局、うん、そうオートでしたっけ。オートかな、タクシーか。なんかに乗って、目的地まで行ったっていう。えらく無駄なことをしてしまったねって。1時間も待ってたんですか？30分まで余った。私、カルチャーショックです。カルチャーショックというか、ショックです。カルチャー、うん。20分くらい経ったら諦めますよね。諦めますよね。